メグロ主演、私の幸せな結婚映画の先を原作でチェックしたところ、続編熱烈希望。あなたを思って胸が泣く皆さんこんにちは。ジャニーズ出演ドラマ、映画の原作小説を紹介する、このコラム、今回ハメメの単独初主演映画だ。役者、メグロの快進撃が止まらない。サイレント、フジテレビ、舞い上がれ。 NHK と来て映画、ガツの道陰、小竹、2022で日本アカデミー賞優秀女演団優勝と新人俳優賞を受賞。これがほんの半年の間なんだから、おいむちゃ早いな。でもメメじゃ別に言うほど、早くないか。メメ、やばいな、もう、わかる人だけわかって。その怒涛の勢いのまま、ついには映画主演である。 それがなんと異能を操る和風ファンタジーにして、ベタベタあまあまの恋愛ものとは、原作より、アクション多めで、キュンキュンしたりニヤニヤしたりハラハラしたりで情緒が渋滞、起こしたわ。